上五島国家石油備蓄基地は、長崎県南松浦郡新上五島町に位置する石油備蓄基地。独立行政法人石油天然ガス、金属鉱物資源機構が所有し、上五島石油備蓄株式会社が創業管理業務を受託している。上五島国家石油備蓄基地の洋上貯蔵施設メガフロートを使用した、世界初の洋上タンク式石油備蓄基地として、 日本の石油需要7日分に相当する440万キロリットルの原油を貯蔵している。折島と柏島との間に防波堤が設けられ、その東側の二重の浮式防油堤に囲まれた海域に5隻の貯蔵船を係留。タンカーで輸送された原油は折島のシーバースからパイプラインで貯蔵船に移送される。 貯蔵船は一石あたり長さ390メートル、幅97メートル、深さ27.6メートルで、最大貯蔵能力は88万キロリットル。内部は9つの貯蔵ブロックが設けられ、外部と貯蔵ブロックとの間の二重構造内は、海水で満たされている。一隻ずつ切り離すことができ、定期的に長崎市のドックまで栄光して、メンテナンスが行われる。 1981年12月、上五島地区が国家石油備蓄基地の建設地と決定した。1982年2月、石油工団や三菱石油、日本郵船など出資により、上五島石油備蓄株式会社設立。1984年に備蓄基地着工。1988年9月に完成し、翌1989年1月には、 原油の重点が完了した。2004年2月、石油備蓄事業の国直轄事業化。上五島石油備蓄株式会社は、石油公団の委託により石油備蓄基地の創業管理を行う体制に移行。これに先立ち、同社は1月に資本金を100億円から1億円に減資。出資者から、石油公団等が外れ、新日本石油、日本優先。 長崎県の3株主体制となるとと,ともに2月には本社を横浜市に移転した上五島石油備蓄に関するカテゴリーありがとうございます。